うわ、自分自身と戦うんだ。めっちゃおしゃれ。敵のめっちゃ、敵の二人めっちゃおしゃれ。小さな心、心の心、属性どれだ。どれなん、属性とかあるん。もしかして属性なしの心なん、もしかしてこれって。一応ブラスト使ってみようか、不安属性のやつ。あ、ブラスト、不安属性、不安属性弱点か、こいつ。この剣王の攻撃でシーサーの攻撃をすればいい、シーサーに攻撃すればいいって、そういう感じらしい。あー、ダメージでかない。ファイヤー、あれ、え、ちょっと待って。あ、そうだよ、不安が、不安属性の攻撃が憂鬱属性が弱点ってことか。あ、それちょっと勘違いしとったら。オッケー。わー、えげつない攻撃を転がしてきてる。回復しとこう。まさか自分らの分身と戦うことになるとは思わなかったな。心が栄翔しとったね。あ、ミスった。栄翔止めれんかった。終わることない、英語に終わることない罰ってなんなん。そんなえげつない攻撃せんといて、属性2つもついた。心に2つもついた。なんだったっけ、不安属性、こいつだったな。こいつで攻撃すればいいんじゃ。栄翔ボル、ヒストスラストとかいう、まがまがしい死神を呼び寄せちゃった。もうキャラ合ってないよ。ああ、心死ぬ、死んだ。綺麗に連続攻撃になったな。オッケー。だ、なんだったっけな、これじゃん、これじゃない、こっち、これでシーサー攻撃、防御力どっちの方が高いかっていうのは微妙なところやけどね。心を攻撃、じゃ回復するんじゃ。ナイトメアとかえげつない名前で、うわー、あー、センシブル使えんようになってる。やっちまった、使いすぎた。何やったっけ、これだ。わーわー、耐えた。よう耐えたな、これ。もうちょいダメージでかいもんかと思った。あータイミングが悪いよ。あ、ちょっと待って、ないよ、しがみそう、なくなった、復活できんで。あかんで、これジョーダイ以上回復で、これ回復できたらいいのに。できんだろ、だと思った、だと思った。そしてセンシブルもならない、まだ使えない。意外とダメージ低いっていうか、ちょっといいとこ低い。もうこれシーサが裏切りになった時点でもう終わりやって、これ間違えた、ダメだ、これめっちゃ強い。めっちゃカットした、めっちゃカットした。最後にセーブしたが結構遠いとこだったんだね。ブラスト作戦的に立てたんは、心の方は先潰した方がいいんかなって。なんか心の攻撃力の方が高いような気がするし、シーサーってなんかナイトメアってかいう栄翔攻撃をやってくるけん、心の弱点も一緒か。これはちょっと覚えやすい。なんかシーサーがもう HP 半分やられてる。何やったっけな、これじゃ。不安属性で憂鬱だったな、敵の弱点は。わーお。もうこれがなくなっとった、ゲージが切れとった。わーあ。あ孤独にされた。一瞬にして孤独にされた。シーサー回復しとこうかな、できない。いざって時のために通常攻撃でポンポン攻撃しといた方がいいところ。ああ、えらいことになってる、シーサーえらいことになって。あ、そうか、栄翔できんのか、もしかして。
しまった。やっちまった。どうするどうする。アイテムで解決するしかない。炎症が使えるのはちょっと厳しいな。回復とかだ。孤独だったな。よし。わあ。回復12人めっちゃやられてる。でも、じゃあ。回復用意やけど AP はまだ残っておく。こういうに使える。AP だったっけ？名前忘れたけど。でもって、どうする？もう一丁使って、心も回復じゃん。孤独はちょっと厳しい。あ、間違えた。毒性間違えた。そんでもって、心は普通にこういう人けばいいんだよな。なんだったっけな。ブラスト、不安攻撃。はい。間違えた。あれ？ちょっと弱点変わってない？不安攻撃じゃなかったっけ？小さなのに関してはさ。あれ？もしかしてこれ戦うたびに属性変わったんこれ。そう。回復してる。シーザー回復してる。とりあえず心はこっちが弱点だったけん。まあこれでいいんやけど。わあ、ダメージでかい。ダメージでかい。ゴリ押しでもいいけど、なんだか戦わんかったら。あ、カウンターとかダメだ。このタイミングでカウンターダメだろ。えぐ。カウンターでやられるとけ、ダメじゃん、それ。一番あったあかんことです。炎症始めた。炎症早い。炎症発動する早いな。もう何もかもね、やばいぞ、これ。窮地に立たされてるよ、これ。リフレッシュ。これ、やれるまで回復できた。よかったよかった。やばい。あ、今変化していくってあるわ。今のじゃ、多分今ので、あれなんやろうね。今ので弱点属性変わったんじゃん。何これ。厄介すぎるだろ。敵の心、過心が、不安に陥りました。それをやったのが心の持ち技です。あ、やばい。ああ。ないんじゃってもう。死神像もうないんじゃって。あかんで、あかん、あかん。めっちゃやられてる。めっちゃやられてた。下手なんか、もう奇跡のこと。めっちゃ炎症してるやん。炎症早いやん。フィラ上がったやん。もう踏んだり蹴ったりな結果になったのよ。これだったな。ボールだったな。わー、うえー、じゃあもう戦えないよ。それじゃ戦えないんだよ。わー、わあ、ダメじゃん。敵強すぎるわこれ。ダメだこれ。もうちょいアイテム揃えとかな。まずい。てか仲間欲しいんやけど。ここをとシーサイ、さらに友達おらんの。てかセラ手伝ってくれん。セラ手伝ってくれん。これというわけで、まあ今回はこの辺でカットさせていただこうか。カットというかもうこの辺でこのパートを終わりにさせてもらおうかな。というわけで、もう次のパートまでにはちょっと調整というかアイテムを調達しとこうか、レベル上げとこうか。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。どうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。